京都府民の皆さん、参議院議員の福山哲郎です。いつも本当にお世話になりましてありがとうございます。昨年の参議院選挙も厳しい戦いでしたが、京都府民の皆さんのお力をいただいて、なんとか議席を守ることができました。ありがとうございます。今京都府内では大切な自治体議員の選挙が行われています。京都府議会議員選挙、京都市議会議員選挙、いずれも地域の未来を決める大切な選挙です。立憲民主党の府議会議員候補、市議会議員候補、それぞれの仲間にどうかお力をいただきたいと思います。京都市内では財政の問題があります。ようやく収支均衡の予算が組めました。ここからが正念場です。住民サービスを守りながら、いかに効率的な事業を作っていくか、財政を作っていくか、このことについて我々仲間しっかりと提案提言をしていきたいと思います。そして京都府内では特に南部新名神の供用開始に向けて、今着々とまちづくりの計画が進んでいます。京都府と連携をしながらですね、しっかりとこの京都府南部の課題についてもやっていきたいと思います。観光の問題や地域振興、コロナ禍の、経済どう立て直すか、そして少子高齢化、介護人材の確保、子どもの支援、いろんな課題がありますので、我々、地元京都のことは与野党関係なし、しっかりと力を尽くしていきたいと思います。どうか立憲民主党の府議会議員候補、市議会議員候補、多くの仲間にお力をいただきますようにお願いします。福山哲郎でした。